Alright, hello everybody, Sleepy Night Chat です。今回もですね、じゃあ、エルダースクロールスカイリムやっていこうと思います。前回はですね、まあ、この、摩訶不思議な、まあ、死者がですね、タマリスに囚われる場所に来たわけですが、早速やっていこうと思います。水晶に近づいてはダメだ。こんな姿になりたくないならね。おっと、ちょっとスカイプのあれが入ったね。お許しください。ここではですね、確か記憶が正しければ魂を詰めることができるんですけど、ここら辺とかね、魂を吸収した。これでアイテムのインベントに入ってるやつが入れられるはずなんですけど、でかいやつから入ってくのかな、極大とか。入ってくと思ったんだけど、これどれぐらいの確率で入る、確率っていうか量が入るんだろうな。超やばい、魂吸われてるわ絶対まあいいや、続きやっていきましょう。で途中ですね、こういう割れ目があったら積極的に魂回収しに行こうと思います。でサイトクエストとしてですね、馬も確か手に入れることができたんですよね。うわ気持ち悪いお前は誰だ。どうして死ねないの。この何もない場所をさまよい続ける呪いなんて嫌よ。そうやな、俺だって発狂しそうだよ。であそこの中になんか入ってんね。ちょっとなんか開けるものとかあったりしないかな。あそこになんか突出したもんがあるけど、これは飾りだろうな。もしかしたら開けられないかな、まだ。まあいいや、ちょっと諦めよう。あれはお前はオブリビオンの門に近づいてはいけないと言ったけど、彼らが聞くわけないだろ。せやな。どこから来ましたの。おお、ボーンマンか。おお、結構案外強いな。ただのスケルトンよりは結構ダメージ体力あるね。魂石持ってんのか、これはいいね。お前は？千歩進んで、そこからまた千歩。なんかかっこいいこと言ってっけど。でお前は？アルバクを探すのを手伝って。こいつだ。こんなところにいさせたくないんだ。それアルバクっていう馬か。落ち着いて、アルバクは？アルバク、俺の馬だよ。一緒にこのおぞましい土地にやってきたはいいが、化け物どもに襲われたんで逃げろと命じたんだ。はあ、はあ。何しろ忠実なやつでね、それ以来ずっと逃げ続けてる。なんとか助けてやってくれ。こんなところにいたらおかしくなっちまうよ。そうだな、どうすれば彼の力に。アルバク、どこにいるんだ。アルバク、頼むから戻ってきてくれ。ということで、まあアルバクの頭蓋骨を探しましょう。ただ結構めんどくさかった記憶があるんだよな。見つかるかな、すぐ。確かね、歩いてる時にね、アルバクの魂がひょこって出てきて、それを追いかけていくと大丈夫だと思うんだけど、いないね。家族が心配してるかな。それ以前に生きてるのかな。アルバーク、いた。彼を追いかけていけばいいんですけど、見失くてよかったな。確かここから先だったのかな。モルベンストラウド。おや、彼だと思えば肉好きのいい人じゃないか。なんかウホッ系の言い方だよなそれ。資料術師の集団の御用に
何かを売ったとでも言っておこうか。まあ、魂だろ絶対。ゼニタールに近くて言うな。商品が偽物だなんてしようがなかったよ。俺が資料術師を欺くような奴に見えるかい。知らねえよ、その頭がなんかカッパハゲみたいな感じの帽子かぶってると。馬でも馬車でも何でもありさ、何も言わなくてもここにドサッと集まるんだ。へえ。昔はハイロックで最高の商人の一人だった。うちの商品が見たくてみんな俺を追いかけたもんだ。他に何かあるか。面白いね。支払いはどうやって。周りを見ろよ。この辺じゃゴールドを持っててもそんなに意味はないぞ。何かしら欲しいものがあるはずだ。どうしよう。あんたのやろうとしていることは気に入ったから協力してやるよ。はあ。この辺で山ほどあるものといえば魂のハスクだけだ。あの地面から生えてるヘンテゴリンなキノコみたいなやつだよ。あ、さっき拾ったな。あれをそうだな、25個集めてくれ。そしたら荷馬車に残ってたものを漁ってもいいぞ。何があるんだ。長年かけて集めたガラクタだよ。ガラクタ。この馬鹿げた境遇に陥る前は物を集めるのが好きだったんだ。なんか欲しいものがあるなら取引しよう。ハスクとね。オッケー、じゃあ集めときましょう。モルベン、お前はまだ大丈夫。で、馬がなあっちの方に行ったのかな。結構探すのがめんどくさかったんだよな、初めてやった時は。まあ、1時間ぐらいなんかさまよってた記憶がある。あそこじゃないだろうな。まあとにかくこっちの道を辿っていこう。よいしょと、ちょ、魂も吸収していこう積極的に。あー、いた。アルバック、待って、で今度は右か。あーっと、いた。で、ここで言えなくなったな。道、あっちに続くってことか。いや、もう行き止まりなんだよな。これは回収したな。ちょっと待った。ローカルマップ。ただ狂って回っただけなんだよな。まあ、いったな。これでまた振り出しに戻っちまったな。ただアルバックはどうしても欲しい。あとそうだ、このハスクを集めていこう。そんなになんかあなかったと思うんだけどな、変なところに。おお、ラスマン。よっと、ちょっとセレーナ、お前頑張れ。ちょっと俺は回復するぜ、体力じゃなくてスタミナを。よっしゃ、今のうちに手に入れてください。どういうこと。何を。おお、万人が来たぞ。ちょっと待って、間違えた。今あれがいらないんだよ、その安心のやつは。違うね、買いんじゃないな。ファイブレスだ。ちょっと結構やばいね。あ、いた。これはやばいな。炎の精錬召喚して火力上げてこう。いやーって、これも字幕につくのかよ。
ちょっとみんなで3人で戦おう。で顔が怖えよ。おい、よっしゃ。あれ、わーお、なんかめっちゃ強そうな魂手に入れた。てか安心うぜえな。ちょっと消そう。暗視はどこだ。あった。でもここなんかあったか言うて、ただ強い番人がいるぐらいで。何もなさそうだな。しかも悪魔あの馬のやつも見失ったし、うわ、見失ってしまったからな。くっそ。じゃあどこ行くかな。あの馬見つけるのに相当苦労するからな。まあちょっとこっちの道を辿って行ってみるか。でもちろんハスクは取っていくよと。お、あそこになんか人がいるね。あ、はい。お、ちょっと待った、なんかアイテム手に入れたね。ラスマンの召喚。あ、初めて見たんだけど。マジか、探索した甲斐があったな。ちょっと待った、これ絶対取ったらあのラスマンが取る、出てくるやつじゃん。ラスマン召喚、千里がいらねえ。しもべとかも別に使わないかんな。月光、ともし火。ここら辺は別にいいや。じゃあちょっと試してみるか、早速ラスマン召喚を。あ、マジカが足んねえ。ちょっとレベルアップしたらマジカの方も上げていくかな。あった。じゃあここら辺の魂石さっき拾ってないのは分かってんだけど、もらっていこう。ちょっと案外どうだろうね。ここは何もねえだろうしな。ここは扉開くか。リーパーの巣、ちょっと待った、初めて来ちまったんだけど、リーパーの巣なんて。絶対なんかあの死神みたいな、いるんだろうな。あ、なるほど、魂が怖いよ。セレーナセラーナか。あ、でもあれか、もしかしたらあれが違うか。あれアイテムかなと思ったけど拾えねえな。リーパーか。はあ、ちょっと興味あんな。可能が、時間があったら探しとくか。ちょっとメモ。連中にはあのいてもくぐるのよせと忠告された。なんか何か恐れなければならないものなどあったか。長年冒険に身を置いているが倒さないものなかった。だがこの場所は、ここに生命あるものは存在しない。土の下に眠っているべきも死者どもが元気に歩き回っているだけだ。ヤサの骨が岩引っかいったら開くときにぶつかり合ってするのが聞こえてくる。うちにたどり着いたら剣なつを捨ててもう外に出ないぞ。どんだけだよ。あ、ちょっと待った、通り過ぎちまった。ちょっと待った、火炎装備してたかな。してなかったよ。よいしょと、セラーナ待ってくれ。よいしょと、あとなんか
エンチャントついてる剣があるんだよな。火花。火花これ。おお。これ結構強くね？マジが回復するのは結構強いな。じゃなんか捨てるか。ツルハシいらねえな。防具関連もな。うん、あとは薬か。まあ、薬飲んで。ここら辺のポーションとかも結構かさばるかんな。あとそうだ、キャベツのシチューとか食べちまうか。すっかり忘れた。あと本か、いらねえ本へ捨てちゃうかな。破れた日記。あー、そうだ。これは前の洞窟のあの、やつだったな。バレリカの日記は、まあ別に、いいや。で、あとは鍵は別に重さは関係ないからいいとして、炭水石か。これ邪魔くせえな。大魂石が11個あんな。でも捨てたくないんだよね。極小のやつ捨てちゃうかな。あー、何捨てようかな。防具がべらぼうに重いのかな。これドンガードの重装備がやばいんだよな。ここら辺のやつ捨てちゃうか。これで持てるようになったね。でもあと何してるかになっちゃうな。うん、ジャーナルでできないかな、その他ないね。アルバスに頭蓋骨探すってやっても表示されてるかな。表示されねえや。あいつ何向かって撃ってんだ。これなんだろう。エルフの盾とか頭蓋骨、ジューブの式、全速力で走るシルトストライダーにあって、こっち羽、まあ文字通り矢が届けば幸いという状況だった。私は心の中でいろいろながらついに弦を話したい。ああ弦で合ってっかな。矢を焚き上げる悪魔のようにうなりを上げて封を切り獲物に向かって飛んでいった。そしてついに奴がホヤードの縁に達したところでその胴体の真ん中に刺さった。奴は恐ろしい叫び合いを上げて視界から消えた。私の勝利の叫びはここで切れてると。ここでリーパーのあれがあるのかな、もしかしたら。なんかここにありそうだよな。ちょっと探索してみるか。でも魂石ばっかなんだよな。ドワーフのだか激変。マジがダメージか。いいや。ちょっと頭蓋骨とかなんだよな。まあ、後で探していこう。こっちは何がある？ただの建物かな。おーっと。ミストマンっていうモンスターが出てたね。ちょっとここにもなんかありそうだね。あんなところに敵がいるな。ちょっとセラーナお前、あ、そいついたのね。よっと。あそこの上にどうやって、なんかすげえ、なんか男っぽいみたいなセリフが、もう一度殺すしかねえみたいな。
やれ、ぶっ殺しちゃう。おお、どんどんスキルも上がっていくね。よしちょっと、でこっちの上に何かあるかな。ありそうだよね。お、あそこになんかバッグが置いてあんな。早速見てみるとしてだ、なんだハスクか。あ、そうだ、魂のハスクいくつになったかな。ハスク、ハスクはもしかして材料だったりする。なあ、なんか材料な気がするな。ちょっと待ってね。うん、あれねえな、食べ物だったりする。あった、ソウルケル内のソウルドレイン効果を中断させる。ああ、あと今15個持ってるのね。ちょっとあそこの方を探索してねえな。そっちで行ってみるか。じゃあ痛え、ちょっと足首めっちゃくじいた。よしょっと、じゃあまた装備してと。ただ馬どこなんだろうな。一応前なんか見なかった発見とかあるから今のところいいんですけど、こっち来たっけな。お前と話したっけ、なんか魂が金切り声を上げてるとかだね。案外狭かったな、探索しない方は。参ったな。ちょっとこれ馬探すのを後にしよう。バレリカを探すだ。ちょっともうこれやっちゃうか。あんまり長くさまよってても仕方ねえかんな。まあリンパーのやつやってみたいっての。あった、いた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 。どこに行くんだ。ちょっと大馬さん待ってくれ、俺スタミナ切れてんだ。この道まっすぐか。この道まっすぐ臭いね。もうこっちは切った。で、あっちだね。あそこの裏か。違うの？あっちなのかな。でもこっちはただのあれだよ、壁だよ、魂の壁だよ。悪魔はどこに連れていってほしいのかな。でもこっち道あるな、一応あるっちゃあるか。でも行き止まりなんだよな。マックはこっちに来てたんだけどな。なんかあくまで新しいのかも分かんなくなってきてんだよな。でこっちは門だしな。まだいるね。じゃあこっちかな。ああ道あるね、一応なんか。一応これ道か。
ただの荒野だ。でもマップ見るとも探索してねえのここら辺しかねえんだよな。でもまたお前のところに戻るっていうね。知ってる。ここにあの馬の魂がねえからな。あの馬にちょっと引きずられ回ってんな。じゃあこっち行くか。ここの階段は登ったところに何がある？言うて何もなさそうだね。よいしょと。なんかもう完全に道なき道を歩いてるっていうね。あそこの方に向かえばいいかな。でここにはドラゴンのあれもあるね。待って、牛がいるんだけど。てかこんなとこにめっちゃ魂のハスクあんじゃん。でも完全にここに濃厚してる人いんじゃん。なぜここにいるんだ。こんなところ私にはふさわしくない。逃げられる、うん、なんてひどい場所だ。そうだな。こんなところに農場やってる人がいたとは思わなかったな。あそこだね。おっと、あんなとこにボーンマンがいる。よっと、ちょっと急いで終わらせよう。そうだな。でも本当にもうなんかアイテムいっぱいいっぱいだらな。もう持ってるもんも持てねえかな。早く家買って置きたいな。なんかいろいろとみんな甘い言葉に騙されて入ってきてるの多いね。ドワーフの弓ゴールドと急速な薬はいらねえや。あと向こうになんか敵がいるが、やってろ勝手に。もう面倒見きれねえわ。どっから入れるかな。あー、ここだね。ここだ。もうめんどくせえから馬も放置でいいんじゃないかなと思えてきちゃったよ。よいしょと。おーい、おばさん、娘連れてきたで。でもお前の娘どこ行ったのかわからんの。ああ、聞いた、いた、いた、いた。めっちゃ速く走ってきたな。お母様、お母様、まさかセラーナ本物ですの？信じられません。すごい髪型だね。どうすれば中に入れますの？話がありますのよ。セラーナ、ここで何をしているの？あなたの父親はどこ？私たちがここにいるのをお父様は知りませんわ。説明している時間はありませんの。失敗したに違いないわ。ハルコンはお告げの解読方法を見つけたのよ。それお前ずっとここにいりゃ何時間も経ってるだろうよ。そうではありませんの。私たちは父を止めるために、全てを正すためにここへ来ましたのよ。俺の方ちらっと見んな。ちょっと待って、よそ者をここへ連れてきたの？正気なの？そんな、違いますわ。よそ者です。あなた、こちらへ来なさい。話しましょう。あ、ちょっと結婚の話じゃないですよ。吸血鬼ハンターがなぜ私の娘に同行することになったの？あなたが私を探し当てるために保護者を装ってセラーナと旅した。そう考えると胸が痛むわ。それちょっと考えすぎですよ。
騙すつもりはない。彼女を守りたいだけだ。あんたの馬鹿げた計画から彼女を助け出した。エルダースクロール取りに来た。エルダースクロール取りに来た。どれがいいんだろうな。まあでも食うことできない一番上じゃないかなみたいな。吸血鬼殺しを職業とする者から出る言葉として聞けば、あなたの意図が高潔だとは信じがたいわ。ごめん、好みじゃないんですよ、ぶっちゃけ。セラーナはハルコンがお告げを実現するのを防ぐために全てを犠牲にしてきた。それを彼女からあなたに説明してくれると思った。もう散々聞いたんだよな。だからエルダースクロールを探しに来た。私が娘を彼女の清掃の書を守るためだけにあの墓へ置くほど厚かましいと思う。ぶっちゃけ思う。章は目的達成の手段に過ぎない。太陽の先生への鍵はセラーナ自身で。なんだって、どういう意味だ。ボルキハル城を脱出した時、2つの清掃の書を持ち出したわ。おそらくあなたがセラーナと一緒に発見した書には、アーリエルと彼の神秘の武器アーリエルの弓の記述がある。ああそうそう、これがあの飛ばしちゃったやつなんだよな。コールドハーバーの娘の血がドラゴンを失明させるであろうと示している。ほうほうほう、セラーナにはどう関係するんだ。私と同様、セラーナもかつては人間だったわ。私たちはモラグバル教の敬虔な信者だった。伝統によりモラグバルの召喚日には女性が捧げられる。その試練を生き延びる者はほぼいない。生き延びた者は純血の吸血鬼となって現れる。その状態になったものをコールドハーバーの娘と呼ぶの。なるほどね。ちょっとスカイプがうるせえな。あと聞いとかねえと。いや、太陽の先生の聖塾にはセラーナの血が必要。セラーナは自分の血を儀式。コールドハーバーって何やねん。モラグバルの領地とも呼ばれるオブリビオにおける彼の場所よ。セラーナの血が必要なのかい。これで私がセラーナを守りたかった理由、そして清掃の書を彼女からできるだけ遠ざけてきた理由が分かり始めたでしょ。やっぱりお母さんはお母さんでした。ハルコンは彼女を殺すつもりだと。もしハルコンがアーリエルの弓を手に入れてセラーナの血で武器を染めれば、太陽の先生は完成する。彼の考えでは彼女は全ての吸血鬼のために死ぬことになる。そんなことはさせません。では厳密にはどうやって彼を止めるつもり。息の根を詰めればいいんだよ。力を貸してほしい。ちゃんと話を聞いていた。セラーナと同様私も純血の吸血鬼よ。タムリエルに私がいれば彼女がいるのと同じぐらい危険よ。セラーナの意見は。セラーナや私たちの苦境はお構いなしなのね。ソウルケルンを生き延びるために私たちの仲間になってもならなくても、心は今でも吸血鬼ハンターなんだわ。せやな。ここにいるのは内心では私たちを嫌悪しているからだわ。破滅させられるべき邪悪な生き物として。おお、好き勝手言ってくださる。セラーナに信用されないのに信用できないのか。セラーナ、このよそ者はあなたを追い詰めて動物のように殺す者たちと手を組んでいるのよ。それなのにあなたを預けるべきだ。そのよそ者の彼はお母様が何世紀もの間にしてくれた以上のことをわずかな間にしてくれましたのよ。よくもそんなことを。あなたが父と呼ぶ狂信者から守るために全てを諦めたのよ。お父様は狂信的に変わってしまいましたわ。それでも私のお父様なのです。そういう父親を持った娘がどんな気持ちでいるのか、どうして分かってくれませんの。セラーナ、どうか目を覚まして。あなたの父がお告げの中のあなたの役、あなたの血が必要なことに気づいた瞬間に恐ろしい危険にさらされるのよ。でしたら私を守るために好きなものを一つ残らず取り上げたっておっしゃいますの。あのお墓に私を隠すことが最善の方法と何一つ教えもしないで、ただ黙って言う通りにすればいいとでも思っていたのではなくて、お父様もお母様も自分の道を譲らなかった。似た者同士やな。理由は多分それぞれ違っていたのでしょうけど、結局二人とも私をただの道具としか見ておりませんのよ。
私はもう一度家族になりたい。でもそれが可能かどうかは分かりません。もしかしたら私たちには理想な幸せなのかもしれません。高望みといっても、それでもなおお父さんを止めなければなりません。手遅れになる前に、そのためには清掃の書が必要ですの。ごめんなさい、セラン。知らなかった。わからない。あまりに長い間あなたの父への憎悪に任せて疎遠になってしまった。どうか許して。清掃の書が望むのはあなたのものだ。あなたの意図はどこか不透明なままだわ。あ、そう。でもセラーナのためにどんな手段を使っても支援するわよ。エルダースクロール持ってんの？ええ、ここに幽閉されて以来ずっとこれを守ってきた。幸いあなたはこの遺跡を囲む障壁を破ることができる。何がすればいい？この遺跡を囲む岩のような尖塔のうち一番高いものを探す必要があるわ。その根元ではここに追放されてきた不運な魂から障壁のエネルギーを吸収しているの。それを見張っている番人たちを倒せば障壁は崩れるはずよ。お前どうやって入ったんだよ。もう一つ警告するわ。ダーネビールと名乗るドラゴンが。あ、ダーネビール結構かっこよかったんだよな。アイディールマスターに番人を監視する任務を負わされているの。あなたを脅威と感知すれば間違いなく邪魔に入るはずよ。はあ、はあ、もうこれの？ソウルケルンを旅したことで、あなたの体は彼の地に同調したの。はあ、はあ、つまりあなたのほんの一部が彼の地に乗り移って、代わりにソウルケルンのかけらがその隙間を埋めたのよ。もう転移門の使用に困難を感じることはないはずよ。なるほど。どうしてここに閉じ込められたの？ソウルケルンへ入った時、この場所の管理者であるアイディールマスターと取引を結ぶつもりだったわ。取引の条件は？ソウルケルンでかくまってもらうよう頼み、見返りにアイディールマスターが切望する魂を提供するつもりだった。どの魂だよ。もし彼らが私自身の魂に置いた価値を予見していたら、ここには決して来なかったわ。騙されたんか。アイディールマスターは万人を解き放ち、私を殺すために送り込んだ。わお。幸い彼らを寄せつけずにこの遺跡へ逃げ込むことができたわ。で閉じ込められたと。残念なことに。そうよ、私の魂を手に入れられなかった万人は手先に命じて私が決して破れない障壁を築いたの。でここに幽閉されていったと。時間は私にとってほぼ無意味。それゆえにアイディールマスターにとってもほぼ無意味なの。究極の持久戦と呼べるかもしれないわ。どちらが先に降参するかお互いに監視し合う。言うてさ、お前の親父も破れねえんじゃねえの？そして娘の安全を守った。ぶっちゃけ、じゃあちょっとやってみるか。ということでなんか2つあれがついたな。まあソウル蹴るのこれな。じゃあやっときたいけどなかなか。あれが万人の一人だったのね。なるほど。なんか妙にかつえなと思ったけど、なるほどなるほど。一人はいつの間にか倒していたと。素晴らしい。まあいいや、じゃあ馬探すがてらに行きますかね。さてと、まあ、またあの雑魚が結構うろついてるはずやけど、そしてあの馬も運が良ければ探し当てたいんだけど、いるかなと。じゃあこっちの下なんかあるのかな。なんかここにありそうだな。
ただリーパーのやつも欲しいっちゃ欲しいんだよな。お、なんか魂みたいのがあんな。あー、あれはなんだろう。でけえ。おお、いた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 い。ちょっとあれはなんだろう。デイドラの心臓。ちょっと待った、よいしょ。ちょっと待った、このデイドラの心臓ってなんだよ。体力支給、ただそれだけ。なんかものすごい痛かったんだけど。あれ攻撃してみるとなんか怒ったりするかな。意味ねえや。まあ言うてなんかあれだったな、そこまでこれなんか大事そうなもんじゃなかったな。こっちはなんだ。ドラゴンに気をつけろ。魂を破壊し滅びをも、あの雲も、空。ちょっとこれもゴールもらっとくか。何もかも全部がおかしい。そうだな。あの魂もなんかあるな。お？なんか宝箱あるぞ。でもこれもまたなんか開けるのが大変そうだな。ああ、ちょっとボンマン弱えな、おい。よっと。あそこにいたからこっちに向かったんだ。で、セレーナどこ行った？セラーナ、セラーナさーん。まあいいや。なんかあるね。魂石とボーンマン召喚。ならとこ。でもボーンマンこれさ、そこまで強くねえんだよな。ほら。ちょっとお前の後ろのお前ダメじゃねえぞ。おい、セラーナどこ行った？どっかで支度したんかな。もう完全に俺ソロの冒険じゃん。超寂しい。あそこか。じゃあそこを攻略していくかな。いたいた。じゃあちょっとその前にラスマは召喚できねえから炎の精霊、いたいた、召喚しとくか。じゃあ、あと5ですか。万人頑張って倒していこう。あ、焦らない？いるじゃねえか。お前どこ行ってたんだよ。ずっといなかったんだけどな。おお、極大。で、これちょっと重いな。なんか食べるか、じゃあ。トマトスープ。で、あとはもう一つか。じゃあ最後のやつクリアしたら終わりにしようかな。一旦この動画は。さてと。でもドラゴンの妨害も入るとか言ってたけど、倒した後だったかな。
あそこのおばさんの、お前ら何しとるんね。お、あともうちょっとレベルアップしそうだね。ナイスです。そこになんかありそうだね。ただあのリーパーとやらも結構興味あるかな。ちょっとあれだけウィキちょっと調べさせてもらおうかな。なんかこっちに、なんかこっちにも道あんな。あ、宝箱だ。コグランのスタミナブーツ、ちょっと待って、もしかしたらこれ何もないかな。これ装備しよう。おお、スタミナがめっちゃ上がった。どこから来ましたの？ごめん、お前ラスなんか、なんか上からなんかふわふわしてるから。またデイドラの心臓があんな。デイドラの心臓何に使うんだろうな。他にエンチャントじゃねえや、そのポーション作るやつがねえから他には試せねえかんな。お、袋があるね。ハスク、そしてまた宝箱があるな。スキーバーの尻尾とかいらねえ。おお、びっくりした、超びっくりした。また魂取られるけど、いや空きじゃねえかよ。くそー、心臓に今ビクッときたな、あれ。まあいいや、じゃあね、ボンくん。うん、これだけか。でもこのブーツはメッケモンだな。で、出口はどっちだ。うん、ここはもう見たな。あったあった、出口はこっちだ。でもなんかここのあれだけ色が違うんだよな。最後のやつ終わらせに行くか。あそこかな。で、未だにアルバック見つかんねえな。あ、なんか結構遠いわ。だから馬欲しいっちゃ馬欲しいんだよな。ここかな。こっから入れるとは思うけど。あっ、マジかと思ったら、なんだ、言うてそこまでなんかあれだったな。なんかドラゴンのあの文字が書いてるやつだと思ったから、おおとなんか思ったけど、言うてそこまで嬉しくなかったな。でもなんかありそうだな。何もないな。これ壁の無償だね。もしかしたら無償だな、これ。ああ、ちょっと戻ってきちゃった。案外遠いな。なんか程よくなんか回ってるっていうか、散りばめられてるみたいな。あれか？
違うな。あ、そっか。臭いな。でも浮いてんな。お、ちょっとあの魂のあれがあるな。でまた何個か雑魚が湧いてるが、いて。あー、ミストマン。じゃあね。おわ、結構なんか太ってったな。おわ、なんかちょっとお前どんだけミストマン出てくんだよ。うわー、超いる。おっと、で最後のやつがここにいるのか。 OK で、ここに登って中に入るのか。中に入るあれがあるね。話せねえや。ああ、万人がいたね。でもお前弓だけだから言ってそこまで強くねえな。オッケー、倒した。しかしなんか入り口がある。おかしいな、あそこの中に入り口があるって書いたんだよな。ねえセラーナ、あそこの入り口わかんない。なんかこっちの下に降りて中に入るのかな。うん、ノーだな、わかんねえな。あそこの番人のとこから入るのかな。じゃあああここか。 OK、 じゃあ今回ここら辺で終わりにしよっかな。ちょっとその前にマジックを上げて消化の方もな。上げとこうかなと思ったけど、そこまで使ってないかな。何あげよっか。武術の方、これあげたいな。そうしよっか。OK、じゃあ今回はここら辺で。ご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。